柴田正太郎11月10日から1953年3月12日は、日本の素法家、天国家、投稿、廃人。蒸気以外にも、書、が、洋曲、大鼓、鼓などで活動した。豪和歌、紫陽花、い、墨桂。第二次世界大戦頃、一部の刀には、置沖と、名すると、昭和町の司会である、菅原鶴太郎は言及している。 印は犬飼武士、長学寮たちに愛用された。投稿としては国校の称号を持つ。日本党単連練習所所長の栗原彦三郎によって、聖大刀の暫定位列と標準価格の中では新品の列に挙げられている。刀県研究家の徳野和夫によって、柴田は昭和元年から20年までの主要な投稿として、息子の聖太郎は、 昭和の主要な投稿として挙げられている。1884年11月10日、秋田県小月郡西もない村にて、父陽介、母、富の長男として生誕。陽介は、地元の多額納税者で、昭和初期における芝家の収入源の3枚は、地主の芝家のみで8000秒ほどあり、西もないの納税のうち半分以上を占めるほどだった。 裕福な家庭に生まれた柴田は土蔵内の座敷である倉座敷にて、歌い、大鼓、鼓を練習していたことが、秋田伊佐奉新報社長で、秋田市長を務めた竹花祐吉により言及されている。1895年3月に西もない神城高等小学校を卒業する。自筆の履歴書によると1897年秋田。 県立秋田中学校に入学するも病気により1901年に退学し、1902年に早稲田大学政治経済科に入学するも、1904年に病気が原因で退学したと記されている。1908年頃に、当時17歳で陸郷村の裕福な家庭の出である春と結婚する。1904年に帰郷し、1907年に 地域の柔道振興のための柔道場として30条の柔道館を父洋介とおじ、世之介の支援のもと開く。昭和初期、20代で愛悼家の祖父の影響で刀権に関心を持つ。1911年に三島郵便局長として務め、後に1918年の病気による辞職まで西もない郵便局長を務める。1934年定点に、 自作の担当を出展して、入選14点中、第2位となり、翌1935年3月、東京白木屋にて、個人展覧会を開催し、作品はすべて売約される。6月1日から1週間開催された、新作日本と大京新開店にて、審査委員の一人として活動するとともに、特別左右当賞を受賞する。また、大倉男爵家から、 満州国本慶古神社に奉納する刀を二振り、鍛え、奉納する。同年11月、第1回日本刀展覧会にて審査員を務め、出品した担当が総理大臣賞を受賞する。1936年、第日本刀賞協会の最高の名誉とされる国公の称号を得る。また同年、公順皇后に作った刀が献上される。十一月には、 東北帝国大学創立25年祭において、金属工学科で玉鋼鍛錬に、インル参加と脱炭に収む手という命題で講演を行う。またこの年に、日本刀鍛錬会の主任当初から、大倉鍛錬所に移った、宮口一貫、蔡久志博氏の元を訪れ、彫刻に関して指導を行う。1937年には、戦時中の軍刀修理のために、 中国にわたる。翌1938年には、皇軍遺門軍等修理の現地法師団の記録部長として出動する。昭和15年以降、五町元次郎の別邸にて、軍の指定工場を設立、運営するも、敗戦後は占領下で担当ができなくなる。1942年頃、51歳の春と死別する。1943年新駅に本島。 公権農会の副理事長に就任する。1946年、直例第300号重宝当初事金指令による、第1回当権審査委員となる。当権所持の許可のため、1949年9月26日から9月27日に、かけて、横手町平勝一期所にて、当権審査会を行う。1953年3月12日に没する。 没後1977年2月17日から4月3日にかけて柴田家書画展が秋田市美術館にて開催される。柴田は多芸で知られ、一芸三年という目標に基づいて、詩を取り芸を極めていた。14歳頃、あるいは20年頃に転国を始めたと言われ、後に漢時代のインプから学んだ。小石に傾倒したともされる。梨岡総学。 浜村蔵六と知り合う。犬飼は、柴田の天国を愛用し、1926年の、法天派と直霊派の和議の議定書に、柴田の作品で印をしている。1929年には、西も内に呼ばれた、中国の天国家である、千屋瀬鉄からも激称されている。作品はほぼ無償で、譲渡されていたとされる。1974年3月9日の、 秋田伊佐新報に掲載されたうご町図書館史書の高橋隆三の記事によると秋田中学校時代から工作を始めた作品が雑誌日本及び日本人に掲載された縁により1907年に川島壁後島が西もないに15日滞在したことが記されている加藤の著作三千里によると6月末にはアジサイとしての句が掲載されている 8月12日には、柴田の別所に滞在し、24日には、横手にて開催された、県南俳句大会に、柴田も同行した。翌25日には、鳥海登山の同人の集まりがあり、加藤と柴田を含む9人が集まった。9月16日には、角間川町の本郷市を訪ねた、その際柴田と別れ、9月20日には、羽子を去る加藤と西もいに帰る柴田が同行した。 その後9月28日には、宇前肘折温泉にて、柴田が加藤を訪ねている。10月9日に、加藤たち特会を行ったことが記録されている。その後、島田悟空と雑誌、廃声にて一台百九銀の実施や撮影、課題銀蘭の選考を担当したことが記されている。1930年頃から、生銀者を発足し、 元西地区の馬音銀社の指導も担当した。1931年5月には、自費で別邸の杉日の危険にて、同雑誌の全県大会を開催したとされる。その後、廃政を離れ、剣道家の若林美里野のとの交流により、慶画の子に入る。昭和25年5月5日には、巨子の次女である、星野達子を西も内に招き、その後星野は、 元西も内村の杉日の危険にて開催された前、県俳句大会に参加した。季語の書き及びあじさいは、柴田の命日に由来する。洋曲に関しては、秋田県の北流の重鎮であった。旧久保田藩主佐竹家の死である、石川泉に習い、その後家元の皇帝に就いた。死について、柴田は、第15回定点の出品申込書には、死なしと記している。 外部からは、秋田の投稿である佐藤茂則と1934年以降、日本党単連会の主任を務め、第二次世界大戦中は安弘あるいは国守るとして、軍党を多数制作した宮口一貫祭、ことぶき博士が挙げられている。特に佐藤は、おろし鉄の方や鍛え方を教えているほか、柴田の初期作の下地は佐藤が作成していると、菅原は述べている。では、 左文字やらよを多く作る。売った刀も担当が多く、自家人を主に作った。流派は、現在日本刀剣単や指名住所表において、水心子流とされている。研究に関しては、水心子、正秀の訓伝覚え書きを用いたとされる。また、古文献に基づき、鎌倉時代前後に絶滅した水素還元法に合致した担当法を復活させたとされるが、 これに関して編集者で、東京ジャーナリスト、プランナーの土子民夫は、出展は明らかではないものとして、疑問を呈している。書は、中国北宋時代の高三国の風を継承した。中国から500冊の手本を取り寄せ模写していたとされ、非大天来から激賞される。特許割橋製造機や草刈り画まで取得しており、大正3年から昭和13年まで合わせて30件。 取得したとされる。枝切り釜と草刈り釜は農村で用いられた。割り箸は戦前、大正製箸工場を運営、日本全土の旅館や料理屋の注文を受け収入に充てていたものの、作品制作による出費の方が多かったとされる。発明は100件以上とされている。思想は安岡マサツの影響を強く受けたとされる。また、 柴田の娘であるさきは、政太郎の没後、秋田伊佐夫新法の使命にて、柴田が老僧思想に共感し新しいものを嫌ったことを語っている。柔道三段、剣道四段を持ち、県会議員も一期務める。秋田県の野市団体である、新農会の会長も務める。一方で、絵は、秋田美術展では自信作が落選。後に、近藤光一からは、絵が、 作品の中で最も下手であると回答されている。柴田の実定と中学校時代の同級生であった竹花は著書で、柴田の隠し芸の犬の鳴き声や西もないの、盆踊りでは太鼓を叩いたり踊りの輪に入っていく。人柄の一方で、専門の研究になると別人になることを述べている。一方で三女の先は柴田が父洋介と異なり、踊りの輪には加わらなかったものの、 太鼓を打ったことや、それに関する俳句を読んだことについて研究している。画号は、刀剣と天国に、果て、俳句には主にアジサイ、墨を用いた。出来のいいものには、かと知るし、出来に不満があるものは、火星と知るし、修行中である胸を乗せた。また安岡からは墨桂を画号としてもらい、一番気に、行った画号であると述べ、気に入った作品にだけ用いた。生前に、 名物さよひだり文字を秘蔵しており、これに基づいて暗号をさよひだりやんと名付ける。他にも後に重要文化財となる国よの立ちで、佐藤勘山にさよひだりやん国よと称されたものや、同じく重要文化財の小備前摩擦の立ちを所持していた。このうち摩擦の立ちは第二次世界大戦終戦後の10月2日に、重宝当所持禁指令にのっとって、 横手警察署に提出されたものの、その後紛失されたとされる。後に、小ルの偽名の作品が、秋田県外に流出しそうになった際に、秋田勲佐新報に掲載された、名刀小ルへの教習にて正ネが、果ての没後東京にて発見され、柴田家に戻ったことを明らかにしている。また異なる噂として、正ネを買い取るよう北海道から依頼があったとする。 説も、例にて記されている。その後息子の聖太郎が所持していることが1977年に確認されているものの、2017年1月17日に国に売却された。他にもこれさだめや然型なを愛刀とし、校舎に関しては1947年5月に国立博物館にて開催された、刀剣美術特別展覧会にて、さよ左文字とともに、 秘然国獣、仏守藤原忠義と、命された二尺五寸一分の刀を出品している。また土子は、正太郎の長男聖太郎との手紙のやり取りで二千点に及ぶ刀のお鹿たちがある話を聞くなど、収集にも力を入れている。湯沢市の廃人協会会員である岡田夏希は、昭和5年頃に俳句を、後に天国についても、正太郎から学ぶようになる。 マサタロウの性格について、日本美術刀剣保存協会会長などを務めた、本間淳二は、おっとりしているように見えて、鋭く、面白い人物だったと評している。一方でマサタロウの長男である聖太郎はわがままで、気象が激しく、鉄やハンマーが飛ぶこともあったと土子との手紙で記載している。先は、両親の結婚の過程について、秋田伊佐夫新報の連載で触れている。 それによると、自身の縁談が決まりかけていたところ、当時女優を目指していた春のことを気に入った正太郎が縁談を断って結婚し、春は夢を諦めて、総員三十名の大所帯で家事を担わなくてはならなかったと述べている。生前交流のあった大塚誠二郎は、正太郎の没後、刀剣美術にて大行動の署名で、小柴高先生と大熊を記した。それによると、 交渉で感触を起こしたマサタロウが売り言葉に、買い言葉で火が傾きかけている中飛び出してしまい、熊と遭遇しているのではないかと、心配したところマサタロウが帰ってきた。マサタロウは、熊二頭と遭遇したと嘘と思われる話をして、対抗は、その強情さについて触れている。上記以外にも、徳能和夫と、光芸出版編集部による、日本刀図鑑、令和版では、 刀名、三つおき昭和17期10月、大正法大被作位大東は生鮮冠水、林勇拝等という約 62.8cm の波長と 1.4cm の反りを持つ刀が掲載されている。この名について、正太郎の人に贈るためのものであるという説と、息子の空の昭和17、18年の初期の名とする説に触れている。 もともと西内にあった柴田家は、正太郎の祖,祖父である柴田洋介の時に分家する、長男の柴田博史による日本刀、秋田大学工業博物館所蔵。ありがとうございます。